当だ。道は整備されてるし、人も少ないので静かな森を探索できるのだ。コースは30分、50分、80分、150分コースがあって、こんなに綺麗な道なら150分でも余裕なのだ。キッドさんは吊り橋が大好きなのだ。これはテンション上がるのだ。川物音も木々のざわめきも、鳥のさえずりも全てがパーフェクトなのだ。橋から下を眺めるとさらに絶景。さあどんどん進んでいくのだ。余裕なのだ。余裕なのだ。嘘なのだ。登山なのだ。また騙されたのだ。昨日の疲れも回復していないまま来たので、本当に死にそうなのだ。犬並みにハーハー言ってるのだ。朝の静かな森は最高の景色だけど、足はガクガクなのだ。そして誰とも出会わないのだ。大物の毛の出そうな場所に出てきたのだ。この木の祠にきっと何かいるのだ。漫画だったらツタに絡まった主人公がいるのだ。ただの絶景だったのだ。そうも変わらず木の根っこがすごいのだ。人に踏みしめられて根っこの上がフラットになっているのが面白いのだ。やった、また橋が出てきたのだ。橋は最高なのだ。今すぐ川に飛び込みたいのだ。昨日の経験を生かして薄着できたけど、やっぱり汗だくなのだ。倒木をくぐろうとしたら手にトゲが刺さったのだ。ちゃんとした装備で来なきゃ後悔することになるのだ。でもなんとか120分で回れたのだ。屋久杉ランドで軽く運動した後は滝を見に行くのだ。屋久島は特にこれといった観光スポットがない。というかハイキングやトレッキングが楽しい島なので、滝くらいしか見るものがないのだ。まずはトローキの滝へ向かうのだ。島を周回する道路も防風林に阻まれてつまらないけど、こういう道は最高なのだ。どんどん登っていくのだ。ブラックもなく走りやすい道で、すぐにトローキの滝の前のポンタン館に着いたのだ。そしてまた歩くのだ。緑が綺麗なのが救いなのだ。適当に歩いてたら展望台に来たのだ。海と畑のコントラストが鮮やかで最高の景色なのだ。思いがけない出会いが旅の醍醐味なのだ。滝は遠すぎて微妙だったので、すぐにまた周遊に戻るのだ。直線道路をひた走るのは普通なので、適当に海の方に向かって走ったりするのだ。海に近い気がするのだ。というか船の残骸があるからどう考えても海なのだ。海があるととりあえず行ってみたくなるのは人間の性なのだ。ボートを出している人がいるのだ。おいおい、今まだ3月だぜ。死ぬぞ。まあ今回もやっぱり旅行だったのだ。でも諦めないキッドさんは先に進むのだ。何かあるかもしれないのだ。走るのは楽しいのだ。特に何もないので戻るのだ。やっぱりこういう道がいいのだ。スピードを出せなくても冒険しているようで楽しいのだ。何かカラフルな建物が出てきたのだ。何かの観光地かと思ったら排水処理場らしいのだ。排水処理場も南国仕様なのだ。海が近くて風が強いから、畑の周りには必ず防風林が迷路みたいになっているのだ。本当に迷路で何回もぐるぐるしたのだ。でも迷った甲斐があって素晴らしい景色と出会えたのだ。やっぱ散策は最高なのだ。とりあえずツーショットを撮るのだ。モタードは生きてなんぼなのでカッコつけるのだ。実際かっこいいから困るのだ。さてこの山はモッチョムだけだと思うのだ。ちなみにモッチョムは下ネタなのだ。
きがとっても美味しかったのだ。今回の動画はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございましたのでしたのだ。